ジャン・フランソー・アントニオ・ウリは、スイス出身のピアニスト、指揮者。ローザンヌの生まれ。地元の音楽院で、ファウスト・ザ・ドラにピアノを学び、パリ音楽院で、ピエールサンカンの訓導を受けた。その他、ウィーンで、ブルーのザイドルホーファー、ローマで、カルロゼッキの各紙にも指導を受けた。1985年にクラーベースレーベルに録音した。 フランク・マルタンのピアノ競争曲集の録音で ACC ディスク大賞を受賞し、1991年にアメリカを含むヨーロッパ各国への演奏旅行を成功させてピアニストとしての名声を確立した。1988年から指揮者としての活動も始め、はじめ1993年から2002年までルーマニアのティミショアラフィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者を務めた。 1986年より母校である、ローザンヌ音楽院のピアノ科教授、ジーン、フランソワ・アンタニオーリー。2014年4月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年4月13日閲覧。アーカイブ2019年3月3日、ウェイバックマシン公式サイト。ありがとうございます。